森の力再生事業は荒廃森林の再生を行っています。集中豪雨が頻発し山地災害の発生リスクが高まっていることから、荒廃森林の再生を速やかに完了させなくてはいけないと考えています。この事業は県民の皆様から森づくり県民税をご負担いただいて実施しているので、事業の実施状況と成果について有識者等からなる外部評価機関である森の力再生事業評価委員会の評価を受けています。令和3年2月評価委員会の土屋委員長は、静岡県経済産業部長に森の力再生事業に対する提言書を施行しました。土屋委員長です。令和元年度の事業は適正に執行されており、計画通りの効果が期待できると評価しました。令和3年度の事業実施に向けて、事業の目的と効果を分かりやすく情報発信するよう提言しました。評価委員会は年3回の審議と現地調査を行い、県に提言を行っています。県は引き続き皆様からいただいた森づくり県民税を財源に実施する森の力再生事業について、評価委員会の提言を踏まえて事業の効果が十分に発揮されるよう進めてまいります。